先ほど松野代表が柿沢幹事長、まあ、こちらの枝野さんにこちらにおられませんので長妻さんに出ていただいて、2つのことを決定をいたしました。一つはまあ、いろいろ昨日からありましたけれども領域警備法について両党で共同して提出をするということで、あの議運に間に合わせるために、つまり今日協議をですね、委員会の最後に行うために無即座に出すということで、まあ、多分10時40分ぐらいには出せるのではないかなというふうに思っております。これが第1点。第2点は、まあ、これからの、まあ、審議ですけれども、国民の理解がないままに審議を打ち切り採決するようなことは認められないと、6日ルールを使うために審議を打ち切るというやり方も認められないと、徹底審議を求めるということで合意をいたしました。以上です。NHK の方です。はい、先日昨日は維新の方からですね、採決の日程について具体的な提案があったと思うんですけれども、これについて今日どういうような結論になったんでしょうか。そういう話は全く出ておりません。今日は、昨日どういう議論だったか僕は承知してませんけれども、今日そういう話はありません。ただ徹底した審議を求めていくということは確認をいたしました。はい、いいですか。維新の対案についてはどれがとりあえず使えないのか今日話してる。それは維新が決めることですから、はい、当然お出しになると思いますよ、はい、昨晩からの流れによって二転三転した維新の党側が二転三転した部分がありますけど、そういったことについて謝罪みたいなものがあったんでしょうか。まあ、そういう謝罪を求める気は私はありませんし、そういう性格のものでもないと、それは維新の中でいろいろとお考えのことで、私はコメントすることではないと思っています。党首会談自体はどちらからちょっと分かりません。まあ、私の方は、まあ、昨日もいろいろあったので、会長レベルでいろいろあったので、やはり最後は党首会談で、しっかり、まとめた方がいいのではないかというふうに安住代理には朝指示をしました。昨日からの一連のですね、いろいろあったことっていうのは結構異例のことだと思うんですが、政党間の関係等についてその謝罪を求める気はないというところですが、岡田代表は特に問題視されてないという。問題してません、はい、とにかくこの法案しっかりした審議をしていくために野党がまとまることが重要ですので、はい、そういう視点で物事を考えたいと思っています。はい、すみません、時間ですので、はい、じゃあ以上です。はい、どうも。